い、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ということで今回からバカンスツアー開幕ということになりまして、いや、ピチピチのお姉さん2人がいるよっていう、後ろに変態がいるな。スイマーマリオの格好って面白いですよね。はい、そしてスイマーロゼッタ、スイマーデイジーがいるよというところで、それぞれピックアップされてくると思いますので、持ってる方嬉しいねというツアーの開幕でございます。今日はですね、まず前半戦のリーグ対象となりますカップ戦の下見、動画としてやっていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ではまずはですね、前回までやってきておりましたサンシャインツアーの後半戦、こちらの結果発表の方から見ていきましょう。ランキングの結果が出揃いました。果たして何位でしたでしょうか。いきましょう、よろしくお願いします。1位だったはず。どうだ、逆転されてる。全然気づいてなかった。そうか、直前でまくられたか。まあでもゴールデンのこの子、そしてココナッツワンともにねゲットできたんで、まあいいかなと。しかしローズポリン、ありがとうございます。全然気づいてなかった。直前で逆転されたのか。どんな点数で逆転されたんでしょうか。くー、2400点差。メロンベロンさん、ちょっと悔しいですね。確認不足だったな。わかりました。まあでもね、リーグ99にしっかり残留できたので最低限 OK かなというふうに思います。ではね、改めまして、キノピコカップのね3コースの結果、このように形になっております。動画内で出させていただいた記録そのままでございます。どこでもっと伸ばせたかなって言われると、意外にデイジーサーキット X かもなっていうふうにも思いますけどもね。意外にね、超高得点に見えますけどもね。まあということでね、なんとか無事、まあ残留できたんで、今週も頑張っていきたいというふうに思っております。では下見いきましょう。はい、やってきました。こちらのロゼッタカップがリーグ対象となっておりますので見ていきたいと思います。なんか背景曇ってない？なんか曇ってますよね。どこのコースを、なんかこんなに画面の上の方ってグレーだったっけっていう感じがするんですけども、なんか情報知ってる方いたら教えてください。さあ、どうでもいいことからお話ししてみ、しまいましたけども、1コース目シャボンロード、こちらは新登場コースになります。キャラの環境を見ていきましょう。新登場コースの割には最適性のキャラたくさんいるかなというふうに思います。使えるキャラとしましては、まず僕の未所持のところでいきますと、デイジーミースーツトリプルバナナ、いいですね。そしてアストロノートキノピオのブーメランフラワー、そんなもんかな。この辺違いますね。はい、ウェンディーミースーツ騙されちゃいけないね。なんか黄色いのいっぱいいるからな。さあ、そして僕が所持しているところで言いますと、まずは花ちゃん、マジュアって言っちゃったけど、花ちゃん、ジャンボバナナ、ジャンボバナナいいですよね。そしてこちらの水色兵法探検家バージョン、こちらもなんか2ツアーに1回ぐらいは最適性来てるイメージなので、いまだになんか結構とても得意なコースがまだまだ増えてるのかなっていう感じですけども、まあラッキーセブンなんでね、優先順位どうしてもね1段階下がってしまいますが、そしてトップ画面にもおりましたスイマーロゼッタ、最適性来るの珍しいなっていう印象なんですけど、少ないっすね。とても得意なコース少ないよね。ちょっとここからまだまだ増えてほしいキャラではありますけども、まあ、もう少し、実際は強化をして使いたいと思ってます。はい、マシンいきましょう。マシンの最適性ウルトラレアのみとなっております。個人的にはこちらの大根ロケットと、こちらのトゥクトゥクライド、あ、名前覚えてきたな、マシンの、2つね持ってるんですけども、共にダッシュプレート系ということなので特にこだわりはないですが、トゥクトゥクにしようかな。これね、マシンの横幅とかマシンの高さっていうところがですね、コインを取ったりとかいろんなところに影響するんですが、あんまり変わんなそうな気がするのでトゥクトゥクにしよう。トゥクトゥクの方が細いかな。さあ、グライダー行きましょう。グライダーの最適性はウルトラレアのみで、個人的には候補は2つですね。はい、8ビットブロックとこちらのオーロラバルーンですね。ダッシュキノコ系も非常にいいんですが、まあ、キャラに合わせてコイン系にしていこうかなと思います。ということで新登場コースの割には全てレベル6で今のところ揃えることができております。見ていきましょう。はい、新登場コースシャボンロード見ていきましょう。全然わかんないな。上乗れんのかなこれ。乗れるわけじゃない。下に降りて、なんかよくわかんないな今のところ。1周目と2周目で違うとこ通るのかな、ひょっとしたら。よいしょ、困ったな今の落下は。あ、トイレ、トイレ勘弁して、トイレ嫌だ。ジャンプ、うわトイレ嫌だ。トイレからどこに出てきたのこれ。
また R の時に見よっか。で、ジャンプアクション。はい、そして、ハーフパイプ。で、ジャンプアクション1個無視。からのグライダー。盛りだくさん。あ、トイレ！あー、ウォシュレット出てる！こんなことで笑ってていいのか、大人が。これなんだ、これなんだよね。バームクーヘン？あー、来い来い来い。あー、これで。あー、なるほどね。一周目は違うとこ通れるよっていう感じね。やっぱそうですね。上ルートがあるんですね。うまくいくとね。はいはいはい。これはですね。コンボ持たないっしょ、これ。持たないよね。わかったわかった。もうこっちはたださえトイレの中っていうだけで嫌なのに。勘弁してくれ。1位だな。1位じゃないと思ってた。どこで1位になったんだろう。はい、出て、ジャンプ、ハーフパイプを、巻き添え事故食らわせながらやる。グライダーまでにミニターボ一回出したいね。そう、ようやくここでコインボックス。どこ、何何、自分で分かんなかった今。どこ走ってるのか。あ、このカーブは今の、おっと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 、1位になれる？よし !3 万点。いいのか悪いのか分かんない。もう初見も初見ですから、全くわけ分からずやっておりますけども。3万点出せました。なんか自分自身がちっちゃくなっちゃったっていう設定のコースですね。はい、アクション数122。なんか1周目の終わりと2周目の終わりで全然違うコースを走ってるような感想だったんですけども、僕がただ違うルートを行っただけなのか分岐があるのかちょっとごめんなさい、下見だけでは判別できませんでしたが、まあ、一つ言えるのはコインボックス取りづらそうですね。結構飛んだり跳ねたりしてるんで、2周目僕が通ったルート的にはですね、コインボックス拾えるカーブがあったんですけども、やっぱりグライダーの直前でコインボックスフィーバーとか引いちゃったらグライダーしてる間拾えないですから、まあ、ちょっとそういう兼ね合い、ただアイテム運がいいだけじゃダメで、どの場所でコインボックスを引くかみたいなこともね関係してきそうなコースだなという感じでございます。はい、では2レース目、パリプロムナード RX やっていきましょう。懐かしいですね。さあ、パリプロムナードの要は1ですよね。1個目のパリプロムナードの RX ということになっておりまして、キャラの環境を見ていきましょう。まあまあ、な、個人的にはめちゃめちゃキャラが揃ってるように見えるんですけども、まずは、最適戦の中にレアがおりますね。さすがロゼッタカップ、この 純粋なというか、いわゆるロゼッタがね最適戦で来ておりますので、レベルが高ければ全然ダッシュリングでもいいんじゃないでしょうか。その他の使えるキャラ紹介していきましょう。こちらのペイントルイージ、まあ、僕自身もまだねレベルを上げきってないんですけども、まあ、地味にね、ラッキーセブンキャラ僕は好きです。はい、そしてこちら先週に引き続きですね、ツーリストキノピオも最適性に来ております。ジャンボバナナ系なので、持ってるよ、レベル高いよって方は全然使っていただいてもいいんじゃないのかなと思います。さあ、このコースに関してはコインボックスキャラが3体いるよというところで、いやーね、僕やっぱパリプロムナードといえばやっぱりバケーションピーチじゃないですか。ピーチサーキット感はパリプロムナードかっていうイメージなんですけど、このキャラがね、このコースで僕もう使えないとはっていうショックですね。どういう意味かっていうと、まあラリーの方がね、ポイント解放が上だからなんですけど、ウィンターラリーも先週に引き続きっていうね、季節感のないです、季節感ないですねって先週言ってたところに引き続き最適性来てますが、いや、そしてゴールデンノコノコも最適性だし、いや、まさかパリプロムナードでね、僕の大好きなバケーションピーチ、最近使ってないけどこれ以外のキャラを使うことになるとはっていう感じです。ちょっと個人的な話をしました。マシンの最適性見ていきましょう。ウルトラレアのみですけども、数はめちゃめちゃあるなということところ、今回このブーブーゴールド、はい、ゴールドパスの方はゲットできるのかなっていう形になっております。個人的に強化が行き届いているマシンがレベル6が2つあって、レベル7が3つで、一番レベルが高いのがこちら、ジュークライド、ジャンプアクション系です。もう一つレベル高めなのはカルガーモ1、こちらはミニターボ系になっておりますので、まあ、ミニターボの方がいいのかジャンプの方がいいのか見極めますが、とりあえずはこちらのジュークライドを使っていきたいというふうに思ってます。グライダーいきましょう。グライダーの最適性の中にはレアがあるよというところで、こちらのカラグライダーかな、よかった、レベル8になってますね。まずこれ全然使っていただいてもいいかなというふうに思います。一応僕はこっちかな、ミント&ベリーアイス、レベル7ポイント解放3段階、そしてバナナ系のスキルなので、まあコインボックスキャラにさらにバナナ系のフィーバーなんか来てくれたら
ね、鬼に金棒かなというところで、さあ環境は整ってますね。すべてレベル7ポイント解放3段階で下見に行けます。行きましょう。はい、パリプロムナード RX 下見していきましょう。まあね、都市系のコースなんで、まあエクストリームなんでいくらかねコンボはつながりやすいかとは思いますが、まああんまりね期待のできるコースではありません基本的にはね。さあ、あ、変なことした。よいしょ、よいしょ、よいしょ、うー、いいね、しっかりコイン取っちゃって、あ、よかったよかった。2個目で当てた。真後ろ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 後ろ後ろ、はい、後ろ後ろにいっぱい投げとこ、今投げとこ、今投げとこ、当たるでしょ何個かは。いや当たんない、真後ろに投げたのに。うそうそーとか言って、あ、当たる、食べられた。あ、止まっちゃう、コンボ情けない止まり方。あ、自分が投げたバナナで危なかった。なんか全然アイテム運ゼロですね。いる、そんな緑コーラばっかり。あ、当たる。あ、そううまくいかないか。あー、コイン3つも取られた。あいつ、あいつ、当たれ、いったー、惜しい。コース短いっすね、コース短い。はい、26,909点。はい、まあ、過去の記録と比べられるようになってから1年弱経つかなと思うんですけども、やっぱり1年以内には来ていないコースでしたね。まあ、これが初めての記録という形になっております。アクション数82、まあ、コインボックスキャラは扱えるコースではあるんですけども、コースの短さ、そしてやっぱ絶妙にコンボ継続が難しいエクストリーム系にもかかわらず、アクション数は2桁にとどまっている82ですもんね。という意味では、これだけレベル今のところ高い自分でも、まあ、アクション数は少ないし点数もここぐらいしかいかないので、そんなに強化おすすめっていう感じのコースにはならないでしょうね。はい、3コース目いきましょう。アテネポリス 2RX でございます。もうアテネポリスがどんなコースだったか全然覚えてませんけども、新登場かな、新登場ではないですね。まあでもどうでしょうか、リーグ対象としては初登場なのかな。4月の末にやってますね。3万点ですか。そこ目標に頑張ろうかな。さあ、見ていきましょう。新登場コースではないということですね。リーグ対象は初めてかもしれないですね。さあ、キャラの最適性ですが、意外にたくさん来ております。僕が未所持のところで使えるキャラで言いますと、ウエスタンポリン、ね、ブーメランフラワーキャラです。あとこちらのサンボミースーツトリプルバナナ。そんなもんですね。で、僕が所持してるとこで、右からポチ、そしてなんだっけ、これ、騎士ドンキーコング、戦士か、戦士ドンキーコングですね。が使えます。が、しかし、やっぱりこちら、王様マリオ。うん。ね、手に入れるのが僕自身遅くなっちゃったけど、レベル7まで来たよっていう、この王様マリオを使っていきましょう。マシンいきます。マシンの最適性もウルトラレアのみとなっております。太鼓ドドンとバケタヌキバギーって、なんか最近強化した2つですけども、バケタヌキバギーのレベル7ポイント解放3段階ミニターボ系ありがたく使っていきたいと思います。グライダー行きましょう。グライダーの最適性ウルトラレアのみで、皆さんまた来ましたよ、溶岩メテオ、すごい、3ツアー連続ですか最適性、くー、激アツですね。さあ、そしてこちらのファイヤーマンタはですね、今回前半も後半も最適性に来ておりますので、強化したいよっていう方はこのタイミングいいかもしれないですね。まあ、個人的にはちょっと溶岩メイトを使わせていただきますということで、いいですね。3コースとも環境は整ってるんですが、まずは下見していきましょう。はい、アテネポリス 2RX 下見していきましょうということで、あ、こんなコースだったね、そういえば、はいはいはい、あ、こんなコースありましたね。よいしょ、なになに、なんかいっぱい投げてくれてよかった、コンボ続いた、彼のおかげだ。なに、ハーフパイプまである。ハーフパイプ使うコースめんどくさいっすよね。いけ、間に合った、よかった、よし。そしてこっから跳ねて、大丈夫、続くあ、コインボックス拾ったね。どこで出そうかな、もうここか。
なんかコインボックスに集中していたおかげでジャンプアクションを2つほど逃した気がしますが、まあ、その辺はご愛嬌ということにしましょう。おっとボムヘイフィーバー当たった。前当たった。気持ちいい。よいしょ。アンスパイプ使うよ。使う。はい、盛り返せ。あんまり盛り返せないな。ハーフパイプ使っても全然なんかその後の加速少ないな、このコース。あ、これ全然1位取れないな。あ、2位になってる。いけ。よっ。飛ばないかな、彼。飛んでくれない。謎の、あ、ちょ。赤コーラ当たらんのかい。いや、いけませんね。最後の最後に、やっぱ1位取りたいっていうね、欲が出てしまいまして。はい。2位だったんですけども、これまでのし、ベストを更新、5000点更新をしまして、下見の記録35,969点ということですから、まあおそらくね、リーグ対象でやっていればもっと記録出していたはずなので、このコースはリーグ対象としては初めての登場なんじゃないかなというふうに思います。フルコンボアクション数122、最後に向きになって、アイテムをチケットを使ってしまいました。赤コーラフィーバー来たのに1位を捉えきれずという形になりました。このコースかな、今回一番コインボックスキャラを扱える方にとっては一番記録出しやすいのはこのアテネポリスかなというふうに思います。はい、下見を終えた段階でのリーグ順位は4位という形になりました。なんか接戦ですね。さあ、今週の上位入賞報酬は、うわぁ、なんかおどろおどろしい色をしてますけど、緑キャサリンでございます。ファイヤーフラワー。はい、緑キャサリンターボ、ミニターボプラスという形で、まあ新登場だと思いますので、まあゲットしたい方は、ゲットしたい方は違いますね。上位に入ったらゲットできるということで、喜んで手に入れましょう。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回は、ロゼッタカップ見ていきましたけども、内容いかがだったでしょうか。一番得点が取りやすいのはアテネポリス 2RX だと思います。ついでシャボンロード、パリプロムナードかなというふうに思います。もちろんですね、それぞれのコースの皆さんの環境の整い具合によるというふうに思いますけども、今回はロゼッタカップ3コースともコインボックスキャラを扱えるよと思っていれば、というところになりますので、皆さんなりにですね、頑張って、得点を出す手段を見つけていただけると嬉しいなというふうに思います。ということでね、今日の動画の内容良かったよ、参考になったよ、もしくは今週も動画見逃さず見るよと思ってくださる方、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメント等くださると嬉しいなというふうに思っております。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。